はい、どうもライです。今回ですね、こちらの妖精チケットガチャの方を引いていこうと思うんですけど、今回ラインナップされているのが、光の裁き、誓いの輝き、偉大なる加護というラクリマが、今回ラインナップされてるんですけど、まあこちらを、何連で全て集めることができるのかというのを検証していこうと思います。まああれですね、全てっていうのは強化マックスまでできる、確か7個なんですけど、全部7個ずつ出るのかというのを、今回検証していこうと思います。まあ今870枚あるんですけど、これで、当ててみたいなと思っております。まあ一応、回数計算すると174回ですね。174連で当てることができればライの勝ち、当たんなかったらライの勝ち。まあということでやっていきましょう。ではまず10連目引いていこうと思います。さあ、まあこの10連対決ですよ。来い来い。おお、いいねいいね。誓いの輝き1つ出ました。とりあえず1つね。はい、10連目来い。お、いいね、いいよ。おお、ワンチャンあるぞこれ。偉大なる加護2つで、光の裁きが2つ。いいよ、調子いいよ今。さあ30連目いきます。さあどうだ、いいね。さあ、おー、じゃあ今んとこ全部2個ずついってますね。あと5つずつ当てれば OK ということですね。いや、今回のチケットガチャですね、あのオートで5回れなかったんですよね。なんか結構強くて回ることで、え、待って、めっちゃ出るじゃん。いいぞ。今誓いの輝きが4つ、偉大なる加護が4つです。で、なんだっけ、光の裁きが2つかな。さあどんどん引いていくよ。いや、今回のチケットガチャはね、回りづらいなーって感じてます。え、めっちゃ出るじゃん。偉大なる加護が5個、誓いの輝きが5個で、光の裁きが4つですね今。いいよ、めっちゃいい。ワンチャン揃いますね。お、マジか。おお、偉大なる加護7個集まりましたね。で、光の裁きが5個ですね。じゃあ、あと光の裁きに2つと、誓いの輝きを2つですね。いいよ、めっちゃいい。いいね、誓いの輝き、誓いの輝きはあと1個です。いざ、あと3個出るかこっちですよ。お、揃いましたね。お、いいよ、あと光の裁き1つで、全部集まることができます。え、ワン、まだ60連ぐらいしか引いてないのに集まりそうです。来い来い。あー、やばいな。いや、ワンチャンここから出ない説はある。いや、ワンチャンここから出ない説はある。このあと1個が出ない説はある。さあ、お、やばい、本当に出ないかもしれない。マジか、頼むよ。光の裁きだっけ。来い来い。赤色赤色。え、やばい、マジか。待って、マジか、本当に出ないことある。いや、もう出ちゃっていいよ。もういいよ。もういいよ。やばい、マジで出ない。やばい。変なフラグ立てちゃったな。やばいな。来い。やばい、マジでやばい。あと40連ですね。やばいやばいやばい。頼む、もう出てくれ。もういいよ。おーし、よし、出ましたね。はい。まあ、ということでね、全部7個揃ったんですけど、一応最後まで引こうと思います。あと30連ですね。はい、ということで、174連分貯めて、ラクリマ全て揃うのかというのを検証した結果、140連目でラクリマ全て集めることができました。
まあ、せっかくなのでラクリマを、最大まで強化しましょう。さあまずは、誓いの輝きを強化していきます。でこう一つのやつに、6個必要ですね、最大まで上げるのに。このラクリマを一応どんなもんかっていうのは、はい、これで最大です。プラス3が今最大ですね、このラクリマの。まあ他のもやっていきますね。はい、ということで、全てのラクリマ集めることができたので、装備してみました。一応コスト的には450ですね。で HP が9800、攻撃が1500、防御力が1800で、素早さが23、クリティカル確率が、まあ、6.27、まあそうですね、一応見ますと 50% アップですね。で回避も 50% アップ。で土ダメージが、55%、光ダメージが 55%、で土風光耐性が 20% アップという感じになっております。まあまあそうですね、まあいいんじゃないですかね。確か土ダメージ上昇するラクリマ少なかったはずなので、まあ結構いいんじゃないかなと思っております。土ダメージの威力上げたいとか、光ダメージの威力上げたいっていう方は、ぜひ最後まで集めていいのかなとは思います。まあですがそれで使わない方は、まあそんな必死こいて集めるラクリマではないかなと思っております。まあ、ということで今回はね、検証動画ということで、ラクリマ全て集めるのに何連かかるかっていうのを検証してみました。結果としては、140連で当てることができます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。